しいヘアメイクの皆谷美香です。医療の知識と技術を持った美容師がもっともっと増やしたい、それは私の夢なのです。今日はその第7弾ということで、医療ウィッグの洗い方についてご説明します。はい、こちらがウィッグです。まず外したウィッグにほつれとか、それから髪の毛に固まっているようなところがないか、よく点検してください。そして点検が終わったら、荒櫛で綺麗にまずコーミングをしていきます。この時引っ張りすぎないように、つむじの部分から毛先に行くに従って、ゆっくり優しく丁寧に解いていきます。この時に生地の破れがないのかとか、あとはトラブルがないのかっていうのをちょっと 見させてもらいながら、綺麗に溶かしていきます。そしてぬるま湯の中に丁寧につけていきます。この時人でいうプレミースの状態です。髪の毛の中にまできちんと水分が入るように、優しくプレミースをしていきます。これ逆撫でするともつれてしまいやすいですので、つむじから毛先に行くに従って、このように丁寧にプレミンスをしてください。で、軽く絞っていきます。これでプレミンスが完了です。そしてここにシャンプー剤を溶かしていきます。このようにシャンプー剤を入れたシャンプー液を作ってください。これは私たちが洗うだけではなく、患者様がお家で洗われる時にもこのようにしてもらうと、洗面器でもいいですし、洗面所でもいいですし、お水を一旦このようにシャンプー液を作って、そこにそっとつけていきます。シャンプーを直接つけていただいてもいいんですけれども、こちらの方が安全です。で、ちょっと軽く押し洗いの感じでやってください。で、ウィッグといえどもやっぱりホコリや、それから内側のネットのところは汗もついていますので、この時にしっかりもみ洗いというか、こすらずにしっかり圧をかけて汚れを取っていくというイメージです。このように両手を使って干し洗いの感じをしていきます。これも同じ方向で洗ってあげてください。上から下へこのように洗っていきます。そしてシャンプーが終わりましたら、また軽く絞ります。そして溜めていた一旦シャンプー液を流して、今度はすすぎに入ります。はい、シャンプーの時と同様にボウルの中にぬるま湯を入れます。またつけ洗い、このように何回も上から下へ手で押し洗いするようにすすいでください。そして流水を使ってきれいにシャンプー剤を落としていきます。すすぎはやっぱり大事なので、しっかりとシャンプー剤がきちんと取れるようにしっかり流してください。そしてもう一度新しいお水にして、今度はしっかり内側の生地の方にもシャンプー剤が残らないように
流していきます。はい、このようにきれいにすすぎましたので、しっかりと水分を取っていきます。今度はトリートメントです。またボウルの中にぬるま湯を張ります。はい、このようにトリートメントをしっかりとお水に溶かしていきます。そして優しく髪の毛の中にトリートメント成分が浸透するように、つむじの方から毛先に向かってしっかり浸透させてください。そして今度は流水で流します。そしてまた同じようにしっかりと水分を絞っていきます。そして用意しておいたタオルに優しくくるんでください。そしてこのように少し叩いて水分を飛ばします。この時にゴシゴシしたりしないようにしてください。ウィッグにも人毛の場合はキューティクルがついているので、そのキューティクルが壊れないようにしっかり叩いて水分を取っていきます。はい、今日は医療ウィッグの洗い方についてご説明いたしました。本日もご視聴ありがとうございました。次回は今まで15年やってきた中でいろいろ失敗をしたんですけれども、そのさまざまな私たちがやってしまった失敗談、ウィッグについての失敗談をお話ししたいと思います。この動画がいいなって思ったらグッドボタンお願いします。